おはようございます。よメリです。はい、今日はパトリック・スターっていう海外 YouTuber のメイクインスパレーションをやりたいと思います。全く一緒とかではなくて、私なりのメイクなんですけど、それが私のインスパレーションとして今日この動画をやりたいと思います。早速始めたいと思います。今日はね、ちょっと茶色ベースの、メイクをしたいと思います。こちらね、こちらの NYX の、アイシャドウと、あとこちらのアナステーシア・ベヴァリー・ヒルズのこちら茶色の部分を中心にしてやりたいと思います。まずはこちらですね。いつも私が、使っているこちらのプレップ&プライムスプレーです。こちらはね、本当に最初につけて、あとメイクとか終わった後もつけると結構長持ちしますよね。結構こちらね、すごい大好きなんですよね。たっぷり。気持ちいい。こちらですね。次はこちらの 24R コスメ。こちらはね、オイルです。私はね、乾燥肌の方なので、結構こういうのはつけないと後でメイクたくさんする時に結構ね、ドライになっちゃうので、こちらは絶対あった方がいいと思います。このオイルはね、ものすごくいい匂いしますが大好きなんです。結構ドライとかになるとこをたっぷりつけた方がいいと思います。こちらですね。鼻とかの方はあんまつけない方がいいと思いますね。逆にオイルになっちゃうから、 T ゾーンとかのとこはあんま。コンシーラーを結構ここつけたりしますので、ここはね、結構オイルつけないと結構ドライになります。次はファンデーションに移りたいと思います。はい、この前ね、エステルーダーのダブルウェアをもらった時に、買った時にこちらの、サンプルをもらったので、こちらを使ってみたいと思います。あと、私の肌色に合わせてこちらの、MAC スタジオも使ってみたいです。こちらの MAC スタジオも使います。こちらのね、サンドっていう色で、こちらは NC30 を使いたいと思います。結構たっぷり。ファンデーションが塗り終わったので、次はコンシーラーに移りたいと思います。サイムっていうコンシーラーを使いたいと思います。はい、ですね。こちらの部分とこちらの部分をつけてみたいと思います。こちらのね、コンシーラーすごくカバー力がすごいんですよね。あと結構すぐ乾きますので、ちょっとね、すぐやるようにした方がいいと思います。このぐらいですね。あとビューティーブレンダーでなじまします。はい、次はこちらのコンシーラーが持ちするように、こちらのルースパウダーをつけてやりたいと思います。次はアイシャドウをやりたいと思います。まずはこちらのアイシャドウです。次はこちらの色になります。はい、次の色はこちらですね。一番濃いめの茶色です。色をつけたいと思います。これでこちらのシシェードのコンシーラーを使ってこちらクリストをこちらクリストっていうんだけどラインをつけたいと思います。こういう感じですね。はい、次はこちらNYXのこちらのオレンジの方を使ってみたいと思います。コンシーラーとか塗ったところに塗ります。はい、すごくいいですね。色は本当にアイライナーをつけてやりたいと思います。こちらヘロウィンメイク、もう私これしか使いません。ヘロウィンメイクのアイライナーはすごくおすすめです。本当に落ちないからすごくいいですね。ヘロウィンメイクのマスカラです。はい、つけまつげはつけましたので、次はコントゥールの方をやりたいと思います。こちらの色を使いたいと思います。次はこちらのワイルド&ラディアントもやりたいと思います。こちらね、ちょっとメタリックな感じでつけるとなんかちょっとエアブラシュ風になると思います。でもこれつける時に本当に軽くでやらないとなんか濃くなっちゃうからちょっとね軽くでやった方がいいと思います。次はこちらのBH コスメティクスのアムルスブラッシュ10コラーブラッシュパレットを使いたいと思います。はい、今日はねオレンジっぽいなのでこちらオレンジっぽいの部分を混ぜてつけたいと思います。こちらですね、本当にこの海外メイクビューティベイというところで買えますので、よかったら後でリンクをつけますのでよかったら見てみてください。ハイライトをしたいと思います。私が使うハイライトは鼻高パウダーです。こちらはね100円ショップで買います。100均だと思わないぐらいいい感じ。はい、こちらの部分ですね。あと鼻の方もやりたいと思います。どうですか、すごいキラキラでしょ。はい、こちらね今こちらのLA スプラッシュのグリッターアイライナーをつけてこちらの部分だけなんかキラキラくさせました。はい、次はリップをつけたいと思います。こちらのマックのリップライナーハーフレッドっていう色を、こちらの色を使って、その上にこちらの LA カラーマットリクイドリップカラーです。色は CLG411 です。こちらはですね、サンキューショップで買いました。390円のお店あるじゃないですか。原宿、渋谷とか大宮とかにもあるんですけど、こちらはね大宮の方で買ったんですけど、こちらのリップがねものすごく長持ちします。本当にまあご飯食べてもなんか全然取れないです。なんかすごくいいです。発色もすごくいいですよね。リップライナーの方はもう全体的につけて、その上にこれをつけます。はい、ちょっとダークオレンジ、ピンクみたいな感じになりましたですね。まあ、最後にまたこちらのプレップ&プライムをつけて、仕上げをしたいと思います。はい、こちらですね。たっぷり、そう、たっぷりつけましょう。本当にこれはね、いい感じ。ツヤもつけてくれますので、すごくいいと思います。こちらのルックはいかがですか？よかったら私のチャンネルへ登録お願いします。あとこちらの動画は気に入ってたらタムズアップをしてください。ありがとうございます。今ですね、妊娠中なのでなかなか動画作ったりするのが難しいんですけど、頑張ります。はい、私のインスタグラムとフェイスブックもフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらが私のパトリック・スターに近いメイクをしました。まあ全然似てはいないと思うんですけど、すごくあちらのパトリック・スターという方がすごくメイク上手で、私が尊敬している人です。はい、また次の動画へ会いましょう。バイバイ。